質問は、人と向き合うときに、分かってはいるんだけど仕方がないと思えない自分が起きるときがあります。こんな感じですか。仕方がないと思うんですけど、まあそういう心が、はい、出てくるんですよね。ね、どうしたらいいでしょうかと。まずそのどうしたらいいとなぜ思うんでしょう。どうしたらいいとなぜ思うか。そう、どうしたらいいとなぜ思うのか。どうしたらいいも何もない、仕方がないんだっていうふうに。どうしたらいいとなんで思う。うん、さっきの分別心とは違うかもしれないけど、でもこの道が正しいとか、どうしたらね、仕方がないと思わなくちゃいけないんだけど思えない。仕方がないと思って接すると、また次のその仕方がないものがこうボンって見えてきて、だけどまあ仕方がないかなと、その繰り返し。繰り返しでですけど、その時にね、どうしてそのこれが問題となるんですか。自分の中で。そう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 、うん、なぜできないのって言われると、そこつまりね、そうするとね、悩むわけです自分の中で。悩むわけです。悩むことはね、良くないと思ってるわけです。でも悩むことは、悩むことは大切だと思うんです。そうですよね。ということはこう、仕方ないことが起きて悩んでる、仕方がないことが悩んでる、なんて私は幸せ者なんだ、幸せとはまだ幸せ者だ、まあ、そこまたやってきた、またそこまでの信心まだありますあー、またこういうのがやって、だからそういうものが、ね、なくなってほしいって思ってるわけ。なくなってほしいと思うから、だからね、触りとなるわけですよ。だから触りがなくなってくれたらいいのにっていうふうに思ってる状態なんです。気分があるんですよね。そうだけどね、触りがあるから聴聞が入るんです。川田さんみたいな感じになります。もう触りがあるから聴聞が入る。私も触りがあるときは、ね、執筆の文字がね、本当にもう飛ぶようにもう、こう本当にこうね、流れるように かけてしまう。もう本当にもうブログの内容ね、いつもあのこう、はあ、ブログ何書こうかどうしようかっていつも思うわけです。ところが悩みがあるとね、もう筆がもう自然に動くだって川田さんなんかすごいんですよね。俺がこうやっていろいろ言うのはお前たちを仏にするためにね、そういや本当にあの上田さんのお話を聞くまでは、浄土に行くっていうのはいわゆる天上界のイメージですよね。楽ができるというか、問題もなくなって。でも川田さんがいつも言うのは、本当に地獄に行かなかったら、あの
仏にはなれないんだと言われるんですけど、その内容はこう聞けば聞くほど浄土がどういうところかっていうのが分かれば分かるほど、結局自分の問題から逃げてたら浄土どころじゃないんですし、じゃあ浄土に行く道がどういう道なのかって聞けば聞くほど本当に醜い自分との戦いの連続ですよね、うん、だって二河白土渡りますって言ったっていつも火の川水の川にこう落ちてるだけで、うん、だから聴聞なんですよ。聴聞したらすごい痛いじゃないですか。今の最初の話もこうだんだん無口にならされないっていうか本当にそう痛い、その痛いのが大事なんですよ。痛い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 。でもそれが切られてるってことなんです。BGM のように聴聞を流してって、うん、こう言われますけど、ぐさってそうそうぐさっと刺さる。でもそれが自分の中でね、こうぐさっと刺さるとね、あそうなんだな。そうなんだなってなるわけです。だけど電話しようと思っても、うん、どう言われるかが分かるからまあいいかじゃないけどまあそうなんだなってなかなかそこきついですよね。本当に本当にでも多分このモヤモヤした思いはこう出していかないと消化されないですよね。そうですよ。そうそう、私音読さんを歌ったり、うん、この頃昇進病をそういうことになったら、うん、ちょっと唱えて心をこう収めていくんですけど、それじゃあ単なる逃げになるんですかね。いや、まあ昇進病の本をねまず読んで、あ読んで で自分の中でこう昇進病、昇進芸を上げてもね、昇進芸の中身がこう心の中でね、はあ、そうだなそうだなってまだ痛いじゃないですか痛いから痛いから切られるから触りがなくなるわけですよ、うん、だいぶその単なる唱えるっていうのは欲に流れるようなもんですね。そうですそうです。嫌なところからちょっと目を向けて、はい、またこう挟みに切られていくんですよ。切られて切られてで京満山から降りていくんですそしたらね本当にこうすごいもう何にも触りにならない世界に出ますから。やがてお前は京満山に登っとるんじゃっていつも言われるんですけど切られるってことは京満山からこう降りていくわけですね。そうそう、降りれば降りるほど死の問題が解決されていくわけです。でも毎日毎日こうなんていうんですかね、心穏やかじゃないことがないっていうか、うん、その度ごとに聴聞をして、うん、触りを切ってもらって、いやだけど本当にいろんな問題人に向き合うと本当にね、あのえこんなこと昨日言ったことがなんで今日できないのって思うようなこともあるわけですよね。だ心がこうなんでって出てくるだけで結局人を裁いたりとか要求したりとかそういう心が出てくるわけですよね。ああだけどまあね要求しても仕方がないかなと、気づくまで待つしかないかなと思いながらもやっぱりこれぐらいはちょっと分かってほしいなと思ってもダメってことですか。いや思ってしまうのは仕方がないわけです。だから聴聞するわけです。聴聞してそう思ってしまう自分を仕方がないなと、仕方がないなと 思って、あそうか、ね、仕方がないっていうことはね何事も時間がかかるってことなんです。本当にかかりますよね。そう、その時間のかかることを一緒に付き合っていこうと思えるようになるとスーッとでどっちが先死ぬかもなるぐらい。いやでも大事なのはその相手が変わることではなくて自分の触りが全部取り除かれてね、
どんなに醜い汚い自分が見えたとしても穏やかな状態で折れることが大事なわけです、うん、それこそ水のように、そう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 、水に字を書くように心の中で思ってもスーッとスーッと超えたスーッと毎日騒いでますねそうそう、いやいや、その砂に文字を書いてるような感じでこう跡が残るわけですよ。それを水に文字を書くようになりたいと思って聴聞に励むんです。だから悩むからいいんですよ、悩むから悩むからいいんです。どこに行っても解決しないですよね、うん、本当に、うん、富山に行こうが名古屋にいようが、はい、ちょっと離れてるかいいかなと思ったらとんでもないんですけど、はい、解決されないからこそ聴聞、人生とは聴聞なんだと思ってほしいんです、うん、まあ、ありがたいはありがたい、うん、ですけど、聴聞が入る入る、もう切られる切られるそれがいいんですまあ自分でじゃ あれですね、バンドエイドと、うん、義家の聴聞ってもっと切られますよね、うん、本当そうそうそう、映像だったらまだちょっと遠いんです止めたいな、ね、止められるしちょっと休憩そうちょっと深呼吸できるし、うん、2、3日前も川田さんがね、上田さんの聴聞の本当に大切なことを聞いたら、こうなんて血湧き踊り、こう力が出てきて、本当に上田さんを支えて行かなきゃいけないんだって思えるんだぞって言われても痛いし、まだそこまで行かないし、まずはね、切られて受け止めてくる、醜い自分、汚い自分、そういうのをね、時間をかけて、でこれができればね、もう死後は問題ないわけです。今こう切られて痛い、これが本当に 切られても痛くなくなってきたら、ね、本当に死後は苦しみがない世界に行けるわけです。すごいこと言われましたよ、昨日か何かに。お前は死ぬ寸前までジタバタするまで。いやでもそんなもんですよ、ジタバタするもんなんですよ。ジタバタするから、それをジタバタしないためにね、その自分の悪、醜い自分を受け入れていく、そのためには悩みが必要なんです。じゃあ仮に悩まない人いますよね、はい、何があっても、はい、つらって、そういう人たちはじゃあ死ぬ時に悩んでないからどうなんでしょう。その時に我が崩れて視点抜刀の苦しみが味わう。我が崩れる。そう、だって醜い自分を受け初めから受け入れられる人なんていないわけです。いないです。悩まないっていうことはもうなんていうんですかね。あ、もう相手が悪いと 100% 思ってるって、なんとかしてあげたいと思ってないと。大変な人に会えば会うほどいいってことですね。そう、大変な人に会えば会うほど悩むんで、その悩みがね、本当に自分を変えていくんです、うん、ね、本当に悩むのはね、嫌ですよ、触りですから、悩むのは嫌。いやいや、本当ですって、仕事に行ったら行ったで、で、なんでちょっとこういう不思議な人に会うのっていうところでまたこう葛藤するじゃないですか、そういうふうに思う自分と、うん、思えない自分と、うん、もうちょっとこうまともなずらっとした道を行けばいいのにと思いながら、じゃあ真剣にこう求めていけばいくほど、この逆にこのものすごい自分のこの世界をどん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 こう見ていくようになるということですよね。そうです、そうです、人と向き合うとね、仏教の教え、一人で求めてる間はなかなか悩むことってないじゃないですか。でも人と向き合うことが増えてくると、
それは人生悩みの連続になります。妙な人いるからね。そうですよ、その度ごとにね、僕は悩んだ時はね、仏法に必ず答えがある、こう思ってね、仏法に身を沈めようとしてます。もう沈みきって僕の場合はもうその執筆をするんですよ。ブログを書く、ね、これ本当に筆が運ぶわで、書き終えた時にはふーっと心が楽。さあ、仏様がこうやってあの上田さんに超問題、そう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 ですよね、はい、名号が、そう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 、ストレートに妙も届きますけど、私は屈折してるから途中でこう屈折してるから、もうたくさん聞かなくちゃいけないたくさん聞かない、たくさん聞かない。でそうするとだん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 こうあれですか、この静かな、そうですね、静かな、心のアップダウンが本当になくなって、なんかいろんな問題が起きてきたとしてもね、ああまたこうやって乗り越えていくんだなと、苦しみでも何でもなくなってくるように思います。多少は以前ほどこうあらねばならないっていうのがなくなった分だけ、多少は人に対しても違うかもしれないですけど、なかなか優しくはできないですね。その優しくできなかった、優しくできない自分を仕方がないなと思うだけです、いや、いつもこう優しくしてくださいねって上毛といつも言われて、優しくしてくださいねってさっき言ったじゃないですか往生浄土の方面の善とならぬ、優しくしようとするから優しくできない自分が見えて、その優しくできない自分はダメなのかって言ったらそうじゃない、往生浄土の方面善とならぬはなかりけりなわけです。逆パターン、それを優しくしなくていいんだ、そうじゃないんですよ、優しくしようとするから優しくねできない自分が見えて、それがいいご縁になるわけです。ありがたいですね。そうそうそうですね。でもこうね、こう寺はてるてるですね本当にてるてるですね。ありがたいんですけど、分かっていただけたでしょうか。十分分かりました、はい、ありがとうございます。